サンドパンレイド、まだ未体験のレイドなのでやってみることにしました。残り時間が少ないのでワンチャンだろうか。まあレイドレベル2なので負けることはないでしょう、多分。サンドパンを護衛しているポケモンか、容姿相手になってやる。ふう、どんな問題。君がサンドパンか、一丁手合わせをお願いします。無料レイドパス投入。ソロでやりたいので一応プライベートモードで。自動選択のポケモンはこんな感じ。カイリキーさん使いたいのでこれでいいかな。しかしこの2体のカイリキー、技が同じなのに CP も個体値も低い。カイリキーがなんでトップバッターなのであろうか。手動で個体値と CP が高い方のカイリキーをトップバッターに持ってきました。ほんじゃ一丁行きます。サンド感がでかい。これは強そうだ。こう見ると爪がすごいな。やる気満々である。カイリキーの肉を根こそぎ持っていかれそうです。あれ、カイリキーのパンチ効いてる感じがない。これはまずい。サンドパンを甘く見すぎたか。サンドパンのゲージ技は岩石封じ、結構効きます。カイリキーの体力ゲージが黄色になってしまった。なかなかやりよるわい。1回目のカイリキー撃沈。よくもカイリキー兄さんを。カイリキーそこそこダメージ食らうし、ダメージもそんなに与えられないし、なんでカイリキーが選択されたんだろう。残り109秒でサンドパンの体力ゲージが黄色になった。これは勝てるな。カイリキーの具合は分かったので本命のシャワーズを投入してみます。効果抜群だ。おう、どんどんダメージを与えてる感じがするぞ。ゲージ技を食らってもそんなに減らない。なぜカイリキーが選ばれたのか。自動選択はまだ信用できないな。ナッシーも使いたかったが。勝利です。大金釣り4個も。不思議な飴ももらった。レベル2なのに良い報酬だった。ボールは14個、余裕だな。ゲットチャレンジタイム。あっさりゲットしてしまった。評価を見てみます。言うことなし。おまさかの個体値マックス来た。マックス祭りじゃあ。なんとなくやったけど個体値マックスは嬉しい。やはりどんなレイドもやってみるもんだな。というわけでサンドパンのソロレイドでした。